どうもクピーチャンネルです。新発売のスポットエアコン購入しました。試してみます。いやー、暑くなってきましたね。これから北海道や標高の高い場所以外車中泊厳しそうです。エンジンつけずに外部電源なしで車内で一晩過ごせるエアコンを探していたところ、こちらのポータブルエアコン Amazon で見つけました。部屋全体を冷やす商品ではありません。でも去年動画で成功したツールームシステムなら冷えるんじゃないかなと思ってポチってみました。ポータブルエアコン、排熱を外に出すだけだったら冷えないんですよね。コツがいります。去年はクレクール3で検証しました。十分冷えるんですが、超大容量のポータブル電源が必要になってきます。消費電力の低い今回買ったポータブルエアコンに希望を託してみます。まずは分解して構造を分析して2種類の吸気口を見つけ窓に設置し日中実験します。音量もアプリで測定してみます。このポータブルエアコンで冷えたら夏でも快適に車中泊やもしもの災害でも使えます。ダメ元ですがやってみます。じゃ早速開封していきます。はい、じゃこちらが本体で、そしてこれは排気ダクトですね。それとこれは排水ホースですね。であとはトリセツが入ってます。この前のこちらから冷風が出て、で後ろここですね、熱風が出ます。この熱風のところは排気ダクト取り付けられます。すごい簡単に装着可能です。これはいいですね。この熱風出口のすぐ下にドレン口があります。ここにこのホース差し込みます。そうすると水が流れてきます。冷房能力が 50Hz で 0.33kW、 60Hz で 0.37kW です。消費電力は 50Hz で 132W、 60Hz で 158W です。で騒音値というのがありました。 50Hz で 54dB、 60Hz で 56dB です。後で実際に測ってみます。で持ち上げてみると、片手で大丈夫ですね。持ち上げれます。移動とかは全然問題なくできると思います。それでは早速インディ727に設置していきます。こちらがクレクール3になります。この2つの冷房能力を比較していきます。まずは冷風吸い込み口と熱風吸い込み口調べます。こちらが今回のツールームシステムのポイントになります。このフィルター取ると、ここに吸い込み口があります。この本体ですね、向かって左側と向かって右側に吸い込み口があります。これが熱風なのか冷風なのか調べます。こんな感じになってます。ちょっと一回この状態で動作してみます。今送風スイッチを押しました。冷気は出せない状態です。ここから風が出て、でこっち側のファンは動いてないですね。ここから空気吸って出てるだけだと思います。じゃあこの送風の状態で冷風に変えます。スイッチを押しました。あ、ここ回りましたね。ここから熱風が出てますね。なのでやっぱりこっち側が冷風スイッチを押したときに働く熱風の吸い込み口になります。でこっちから熱風出口で出ます。このパイプですね、これが冷やされて、でここに冷風吸い込み口が空気入って、ここから冷たい風が出ます。ということはですね、ここが冷風の吸い込み口、この網のところですね。そしてその後ろが熱風の吸い込み口で、熱風吸い込み口はこちら側ですね、反対側にもあります。取り付ける場所なんですけど2箇所考えられると思います。1つはこの車内の窓ですね。ここから熱風を出して、熱風の吸い込み口もここから取る方法です。ただこちらの場合問題点が、この熱風の吸い込み口がこっちと向こう2箇所から吸わないとダメなんで、結構加工が大変かなと思いました。なので今回は助手席からのツールームシステム、クレクール3の時と同じやり方ですね。それでやってみます。ただインディの場合この助手席がフラットにならないんですね。なので今回はこの木をここに置いちゃいます。こんな感じで木の板を固定しました。ここの上に置きたいと思います。排熱なんですけど、この100均で売ってたカラーボード自作しました。こんな感じになりました。ここから入
排熱が出て車に外れています。そして熱風吸い込み口、運転席側の窓を開けてます。ここから外の空気入ってきます。スポットクーラーから出る排水ですね、この水がここにペットボトルに差しておきました。ギャレーにそのまま入れてもいいんですけど、今回水の量も見たかったんでここに置いてます。ここをですねこのカーテンで閉めます。であとちょっとクリップとかでしっかり密封します。そうすることによりこの中側はこの冷風ですね、部屋の空気吸って冷風が出て空気圧変わらず巡回してくれます。はい、セッティング完了しました。こんな感じでちょっとクリップで止めて、あとは養生テープですね、とりあえず仮で止めました。隙間下あったんでここはもうタオルで埋めました。かなり簡易的なんですけど、空気はちゃんと運転席側と分かれてると思います。それではまず温度計なんですけど4つ設置しました。まずはここですね、ここがスポットクーラーのすぐ前になります。そして車内2つ目がこちらですね、スポットクーラーの反対側、テーブルの上に温度計設置しました。そしてカーテン仕切った外側、運転席のダッシュボードの上に温度計設置しました。外気温を設定する場所なんですけど、このサイクルキャリアのリアボックスの影の中ですね、開けてここに置いてます。こうすることにより影の温度が測定できます。温度計設置してから約1時間経ちました。外の温度が 31.1 度、車内が 30.7 度です。で車内の反対側ですね、テーブルの上が 32.5 度で、ダッシュボードが 33.4 度、だいたい外の温度と車内が一緒になってます。でこれで測定していきます。で今回使うバッテリーがマックスパワーの 1500Wh です。これはファンレスのタイプになります。今 100% ですね、充電してきました。それではスポットエアコンスイッチ入れます。ポータブル電源の方は 60Hz に設定しました。で今だいたい 160W 出ています。でこのままいくとだいたい 6.9 時間、なので7時間ぐらい使える計算になります。このエアコンの吹き出し口ですね、こちらの今の温度が20度ぐらいですね。外の熱風排気口ですね、こちらの温度も測っておきます。 65.5 度ぐらいです。かなり暑い風が来てます。でこちらが運転席側になります。ここ空いてますんで、ここから熱風の吸い込み口の空気が入っていきます。うっすら空気が吸い込まれていってます。そして騒音ちょっと測っておきます。このアプリで測っておきます。近くだと 68dB ですね。そしてテーブルの上は 59dB ですね。乾燥としては多少するけど、まあ扇風機中ぐらいかなという感じです。そしたら今が1時42分ですね。でここから30分と1時間調べていきます。はい、それでは30分放置してまた戻ってきます。あ、温度がちょっと下がってますね。 29.7 度、約1度下がってます。それでは引き続き30分放置して1時間後も測定してみます。はい、それでは30分経ってこれで合計約1時間ですね経ちましたんで、また温度測ってみます。中の温度ですね、29.7 度、30分前と変わってないですね。もうこれが今の限界かもしれないです。ポータブルバッテリーは今 81% ですね。このペットボトルの中のお水なんですけど、ちょっとだけ溜まってます。はい、というわけで1時間経ったんですけど、温度が1度下がっただけでした。なのでこれ以上はあまり期待できないかもしれません。一回ですね、今太陽照ってますんで夜中もう一度計測してみたいと思います。はい、この後夜も測定したんですが、いい結果になりませんでした。1時間測定し、外気温 20.6 度、車内 22.5 度でした。まとめると、昼外気温 32.4 度、1時間計測車内 29.7 度、マイナス 2.7 度、夜外気温 20.6 度、1時間計測車内 22.5 度、プラス 1.9 度。昼は冷えましたが、夜は窓を開けていた方がいいという結果になりました。昼も冷えましたが、快適ではないので車中泊では使えそうにありませんでした。しかも人がいない状態なので、人がいると今よりさらに温度上がると思います。断熱のあるキャンピングカーでこの結果なので、普通車だともっと冷えないと思います。この商品自体はスポットクーラーなので問題ないことだけ押さえさせていただきます。今のところ外部電源なしでポータブル電源だけで一晩持つのはクレクール3一択になりそうです。
ゼロブリーズ2あるんですが、お値段がかなりします。どこかのメーカーさん、車中泊用のスポットクーラー開発してくれないですかね。よろしくお願いします。また気になる商品あれば人柱になって動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。